はい、こんにちは。今日はね、創作料理。昨日ね、なんか、しんどいとかじゃないんやけど、調子悪いってね、もう、あれね、もうすぐ、あの世行きかな。なんか、そういう感じの調子悪さやってね、何?八宝菜?出来合いいうか、自分で作る八宝菜みたいな、量ありますやん、あれでね。作ったんですよ。けど、出来上がりが、こんな、なんかもう、なんなんみたいな、野菜炒めの失敗みたいな感じでね。あの後、食べたんですけどね、なんか、うまいとか辛いとかも判断できへんぐらいなんか、頭おかしなっとってね。ほんで、多分動画も撮って、まあ、ボツになってるかもしれないですけど、もう、はちゃめちゃやってね。死ぬ前ってあんな感じになるんかな、ほんま。ほんでね、今日は創作料理。せや、もうこれもう、せや、ほんでこれ胡椒をかけたら食べれるかな、思ってね、胡椒を買ってきたんですよ。胡椒を買ってきたんですけど、胡椒をかけて食べよう思ったんやけど、せや、思って、これをちょっとまた、アレンジしよう思ってね。別にそうそういうほどのもんでもないんやけど、必殺技、私の最近の得意料理、必殺技、必殺野菜炒めに変身させよう思ってね。油多すぎ、油ちゃう、オリーブオイルで、これにね、まずおもむろに入れますわ。もうからの胡椒、なんかね、パンチが足りんかった胡椒、それから、足もだ、さっき卵入れたよかった、足もだ、卵入れよう、これ出そう思って割れた卵。最近卵とかもね、自由にできへんぐらいのね、ほんまに。なんかあれやわ。しもた、さっき卵、焼き飯の時みたいにさっき卵ってよかった。卵入れましたと。ね。でからの必殺技ですやん。これ。シャンタンを入れます。ね。シャンタンを入れます。シャンタンを入れたら何でもうまなる説。うわ、卵さっき入れなあかんかった。失敗や。火消えてる。火ついてんな。卵がぐちゃぐちゃや。うえ、まずそう。火強めようか。卵がまずそう。卵は後から入れたんだ、大失敗、超まずそう、超まずそうどころか。ほんでこれ、お気に入りのめんつゆ、これでどうよ。うわー、もう卵入れんかったよかった。よかったもん。おフライパン返しは包丁。よくそもそも舞茸入れたの失敗やな。舞茸
あー、いやいや、もう嫌になった。うまいかも。うまいかも。帰った。まずそう。ご飯入れたろうかな、ここに。焼き飯。成功のもと。はい、もうよし、卵が固まれへんの、なかなか。卵が固まりません。こんなん出ました。はい、バイナラ。まだだ。こんなん出ました、ワンプレート。実は朝なんです。朝言っても何時、10時ぐらいですわ。朝昼兼用。普通やったらご飯なんですけど、ご飯なしなんですけど、あ、ご飯ありなんですけど、パンが食べたい気分でね。パン。で、コーヒー。これね。いわゆる酒なし。酒なし。今日はお出かけなんで、酒なし。水。はい。ということで、味に保証なし。いただきます。創作料理、いただきます。さっきちょこっとつまみ食いしたのうまかった。まあまあ、まずくはない。改善はされたけど、うまくもない。パンチはついた、かなりパンチで出ると。うん、ホテルの朝食みたい。
卵も失敗やし、そもそものね、あの舞茸も失敗や。舞茸？舞茸。シンプルイズベスト。いらんことせんといてよかった。考えることが多すぎてね。何考えとんねん話なんですけど、もうホリエモン並みに考えてます。ごちそうさまでした。まあまあ過ぎました。まあまあいかでした。はい、ということで。なんかフラストレーションたまるね。やっぱり、なんちゅうの？まあ、ごっつおも食べたいけど、何？安物でも何でも、なんちゅうてんかな、やっぱり納得して食べる。なんちゅうてんの、やっぱうまい、うまいもんはうまいね。いや、何がいい点かわからんね。まだあと半分残ってまんね。もうそれ考えたらまだ憂鬱になんね。あとまだ半分残ってるわ思って、いつもやったらまだ残ってるわって嬉しいねんけど、またあれ食べなあかんのみたいな。なんかね、昨日やね、あのこの八宝菜作ったね、なんかほんまに調子悪うてね、気力がほんまわかんちゅうんかな。でその後なんか動画撮ったりしとってもなんかちょんぼばっかりしとってね、
ほんまにあかんわ。ね。やばいな。やばやばですわ。そのね、あの、なんか、精神科の、精神科医の、あの、精神科医言うたらいいんかな。心理学って言うたらいいんかな。心理カウンセラー、私心理カウンセラーですけど、私心理カウンセラーなんですけど、言うてはったけどね、あの、人間生き物人間はやっぱ本能で生きてるわけですよ。だからね、その何が本能かって言うたらね、生きたいっちゅう本能らしいですわ。生きたい。だからね、そのなんか、しんどいとか、調子悪いとか、その時はもう、こう、しんどいねんやから、しんどいでええんちゃうみたいな。それは本能で生きるためのしんどさやから、そのしんどいはしゃあないねんってなんか言うてました。ようわからんけどね。生きるのが本能。ほんなら何？やりたいよ。やりたいが本能。やりたいも本能ちゃいますの。そんな本能で生きとったらね、えらいことになりますやん。あの、犬や猫やないねんから、本能でそんな、あ、やりたいとか言ってね。昔おったあの、事業所のね、若い子がね、あの、法律なかったら何もでも行きますよね、言うてました。いや、ほんまですよ。だから、本能もあるけど、理性もいるわけですよ。まあ、そういうことですわ。はい、ああ、なんか、まあいいか。ね。まあまあ、そのうちいけるやろ。ね。なんか、おいしいもん食べたいかな。食欲や。本能や、これも。本能。食欲。食欲とね、食欲と性欲と、睡眠欲。睡眠欲で言いますやん。けどこれ、私心理カウンセラーですね。私心理カウンセラーですね。あの、食欲、性欲、睡眠欲、ほんまは睡眠欲ちゃうらしいですわ。我々が習ったのはね。食欲、性欲、もう一個が、何やったかな。集団欲。集団欲が絶対あるんですよ。誰でもね。だから、一人やったら別に、服とか着るのもね、前から見られたら恥ずかしいとかあるわけで、一人やったら恥ずかしいことも何でもないですよ。あとこう、ええカバンとか、ブランドのどうのこうのとか見るのも、誰もそれに興味引けへんかった、興味引け、誰もおれんかった、誰も褒めてくれへんわけですよ。ええカバン持ってんなとか、なんぼしたんとか、そんな誰も興味引けへんわけですよ。だからそうやって興味を引いてほしい、その欲がある、集団欲。らしいですわ。はい、それ絶対ありますよね。あの、集団欲。ね。私はね、どっちかしらあんましない方なんですけど、けどありますもんね。やっぱりなんか、何着ていこうかなとやっぱ思いますもん。性欲は思わへんで、ね、いや、あるかな。欲はあるけど、どないもんならみたいなね。はい。松田聖子が現れてもどないもならん。ならんもんはならん。ほーみー、あなたの、なんとか、こう、パラッと落ちんね。
ほみぱら、みたいな。あなたの、みたいな。夜のヒットスタジオね。ということで、いつもすみません。失礼します。いつも最後までありがとうございます。また一つよろしくお願いいたします。今日はこの辺にさせていただきます。以上、総代。ありがとうございました。もしまた見たのを持ってくれはる人はね、チャンネル登録よろしく頼みます。あと通知ベル設定、スズマークですね、あれもオンしてもうたらまたおっさん湧いていきますんで、よろしく頼みます。バイならバイチャー。